こんばんは。前回の続きやっていきます。ゲーム始まって多分40日以上経ってると思うんですけど、そろそろリセットされる。前回自分たちのサーバーが54日と50何日かでリセットされる。これリセット型のゲームなんですよね。リセットされてまた1からなるんですけど、自分が持ってる武将とかそのままだけどレベルが1になって、あと持ってる今城があるんですけど、こういうのもまた1からになるんですよね。中でこう作ったやつ、これ開発したのも全部また1からになるんだけど、これがね、もう前回は50何日だったんで、そろそろあと2週間ぐらいで多分リセットされるんじゃないかなと。でね、結構ね激しくてずっと戦争してるんですけど、どこだったっけな、そう一時ね押されてたんですよ。3つ大きな同盟があって、ですね、この上のちょっと紫ピンクっぽい色と左の茶色が一緒なんですよね。で、自分たちが一番左下の四国と、あとここのちょっと緑色っぽいところが一緒、一応仲間みたいな感じですね。で、一番右のネズミ色とその下が一緒なんですよ。で、自分たちが一番数が少ないかな、人数でいうと。で、2番目がこの右側ので、一番多いのがこのちょっと紫っぽいとこと茶色が自分たちより100人ぐらい多いかな。多分240人ぐらい、自分たちが140で、この右側が多分190とかちゃんと見てないけどぐらいだと思う。で、一時自分たちをこう京都から、ここ京都があって、もうね京都に落とされたんですけど、京都こう囲んでた状態でちょっと追いやられて、このここまでぐらい、この城1個と不動ぐらいまで追いやられてて、こっち側もやられて追いやられて、ここぐらいまで押されてたかな、ここら辺近くまで。で、今押し返して、で一応ね、ここね一時停戦になってるんですけど、理由はさっき言ったこことこの紫茶色と自分たちの水色緑とこの茶色黄土色かながね、京都取ったんですよ。右側の方に行った方々が。で、取ったんで、一応、もう、戦っても意味がないんで、京都を取るゲームなんですよ。ここを抑えるゲームなんで。だから、一旦止めて、またどっかで再開するんですけど、戦争は。止めて、一応、京都を取る、一応、みんな一緒なんで、だから、こう、ここに今いた人たちを今、追いやってる感じですかね。外に。で、追いやった後、多分、やり合うと思うんですけど、自分たちのちょっと不利かもしれないですよ。人数が100人ぐらい少ないんで。あとね、京都を取ったら、前の三国志で同じようなゲームがあって、それをできたかどうかちょっと覚えてないんだけど、京都を取ったら、京都を持ってない同盟はこの資源州っていうところがあるんですけど、ここね、この京都のちょっとここら辺、ちょっとオレンジっぽいレモン色っていうか、この中にね資源州っていうんですけど、この中にね城を移転できなくなりますね。建設で、ほら、ここ直轄保護を受けて建設できない。だからその京都を抑えた、同盟があるんですけど、そこが持ってるんで、この京都を抑えたんで、資源州の中にそれ以外の同盟が入ってこれなくなってる。だから飛ばされた人とかで、最初からこう資源州に入ってない人は外から持ってこないといけないから、それはちょっと不利だけど、ただ人数がいかんせん2対1な、2つの同盟と1つになってるんで、もう2倍ぐらいは違うので、数がずっと押されていってますよね。京都を取ったところが、自分たちはこれからここですね、京都を取るんですけど、今度は上のこのちょっと赤っぽいところの人たちと戦わないといけない。最後このままこうずっと今追い上がっていってるんですよね。多分関所がここにあるんですけど、ここに関所、ここら辺まで追いやって終わりですね。関所の中には多分入んないと思うけど。それからね、天皇戦と一時ね、なんかねリセットされて消えてたんですよ。で、ここで稼いだポイントみたいのも全部なくなるので、全部使い切った方がいいですね、稼いだ分は。で、今期は、どれだったっけ、この前か。
これか。今期はね、これ、滝川一正とか、これ全部貸してくれるやつですね。お試しで。だからね、僕ね、滝川くんと、あとね、これ持ってないんですよ、銅山。だからこれ2枚使って、伏兵のデッキを作ってますね。自分は、こんな感じかな。1番目に回避デッキ持ってきて、2番目に伏兵持ってきて、で最後に反射内紛デッキかなを持ってきてます。まあまあ勝ったり負けたりですけど、ここら辺順位ここら辺ですかね。900番ぐらい。これなんか全部でやってるみたいなんですね。今自分がいるサーバーだけじゃないっぽいですけどね。ねデッキはこんな感じかな。これが回避デッキですね。武器スキルですね。ここちょっと変えたい。前回動画で言ったけど窮地とかいうやつがあるんですよ。回避のやつが、武器の中にこれかな、秘蔵で、生贄レジェンドカードをこれですね、信長とか本田忠勝とか天子くんとかを生贄にして交換するんですけど、これがね回避なんですよ。ランダムな味方3部隊 80% 確率でって書いてあって、これ回避プラス 30% とか、その後回復するんですよね。これをね交換したいんだけどね、信長と天子くんは持ってるんですよ。余分に1枚だから2枚持ってるってことですね、同じカードで。これがない。本田くんがいたら交換できる。そしたらとりあえず回避デッキはまあまあ完成に近いかな。あとこっちが一応勘助がいないので、山本勘助は内紛デッキなんだから、この大友くんをこの内紛のスキルつけて、これは 70% ですけど、つけて、まあ、あと、この、超素壁って反射するんですね、物理の攻撃を。で、槍もう一個、超素壁、プラス、他の槍部隊を、武力ダメージを反射するんで、槍2枚入れて、あと、火力で宮本武蔵入れて、みたいな感じですかね。まあ、1と2は、そこそこやれます。ただ滝川くんに弱いで、滝川くんのスキルは隠れて舞台の後ろですね、このどう見たらいいかな、戦うときに、あこっちがいいか、これで見た方がいいかな、これ負けてるやつがあるな、これでいいや、これ1しかない。どこかないかな。これか。この滝川くんの出来が、まあ右が滝川くんの出来だとしたら、だから伏兵になって、自分のこの後ろから攻撃してくるんですよ、この後ろから。で、しかも弓を狙うん で滝川くんとやったら、この宮本武蔵とか大友くんを優先的に攻撃されるんで、弓が不利な。だから槍のデッキを作んないといけないんだけど、強力な槍を持ってないので、来期は一応ここで交換できる、1500ポイントで交換できるので最初かな。欲しいのはやっぱり内紛かな。山本これかな。これが残ってたらこれかな。カート槍の馬場くん。これとこれなんか両方とも良そう。でもこっちの方がいいかな。こっち持ってないんで、あと来期もし滝川くんが入ってきたら絶対欲しい。そっち側のがいるかも。伏兵デッキ。あとは、まあ、馬のデッキと、秀吉と、この、生駒くんがね、弓だったんですけど、で、両方とも馬に変えて、で、こっちが槍デッキ、で、こっちが弓デッキですね。馬と槍と弓はそこまで、全然。槍はそこそこ活躍できるか、感動とかね、抑えるときに、こういう感動を抑えるのね、1万なんですよ、耐久。それを削るのにね、槍部隊がいるので、まあまあ一応使ってるかな。弓と馬はちょっと難しいね、使うタイミングが。槍部隊で出てきた時に弓に出して攻撃するんだけど、槍に対して弓の方が有利なのに、負けちゃうんで、自分の弓部隊。弱い。まあ最後多分、その今ここにいる上の方たち、240人ぐらいいて、自分たち140人ぐらいですけど、多分押されるような気がするな、数で。
1対1でやったらかなり押し込まれるような気がします。で京都はこの上のところが取るかもね。だからうまいこと戦わないと無理、厳しいでしょうね。やっぱ数が多い方が絶対有利なんで厳しい。ここはねガチャですね。あ、自分ね回してるけど確率がね 6.5% とかなんですよ、出る確率が。だから10回回したら単純にかけ10すると65だけど、そういう感じじゃない。30回回したら必ず1枚出るんですけど、30回回さないと出ない感じですかね。自分のなんとなく、まあ、出る時もあるんですけどね、出ないことの方が多いかな。まあ、ちょっとね30回も回したくないんです。これの金貨を使うんですけど、とりあえず10連だけしますかね。もう滝川くん欲しいっちゃ欲しいですけどね、まあ、なかなか出ない。これですね、この中 で出るとしたらどれか。でも出るとしたら滝川くんとかこの少女っていうのかな、これが欲しいんです。まあ、これが一番欲しいんだけど、滝川くんがそれ以外のが出ることのが多い、当たっても。とりあえず10連回してみようか。来ないかな。そう来ないことのが多い。あと20回回したら必ず出るっちゃ出るんだけど。あ、出た。何かな。あ、ほらね、全然関係ないの出るでしょ。で、あと7回だから必ず出るっちゃ出るんですけど、まあ、回すしかないよね。このおじいちゃんいらないんですよ。このおじいちゃんね、持ってるんですよ。さあ、何が出たかな。お、来た。これが欲しかった。あ、じゃあちょっとね、デッキをいじろう。うわ、めちゃくちゃ嬉しい。これでね、伏兵デッキが作れる。夢の。こう流れます、自分のが。やった。これで滝川くん使って、ちょっと今期間に合うかどうかわかんないけど、伏兵デッキが多分作れると思いますね。でまた作ったら動画でちょっとね、どんな感じかお見せしようかと。あ、一応ね、試しがね、作ってるやつがある。持ってないけど、今回このさっきの天皇戦だったっけ？で借りられるんですよ。それで借りて、デッキは一応ね、作りました。ここで、これかな？あ、これか。そう、銅山と、こんな感じで、あ、これこっちは持ってるんですよ。この津軽くんっていうのも、最初から持ってる。で、このこれも持ってる。で、クソゴくんも持ってる。で、ここが何にするかだけで、だから一応持ってるんで、大友くんにしてもいいかもしれないですね。ちょっとデッキをね、ちょっと早急に考えて作ります。最後の最後に出るとは思わなかった。途中ですけど、今回ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。